どうも、オナです。今回なんですけども、皆さんに大事なお知らせがありましてですね、この動画を撮っております。まあ、タイトルとサムネにもある通りですねあの、また私ですね、2024年2月にですね、オフ会をですね、ちょっと実施させていただこうと思っておりまして、ぜひね、皆さんにちょっと今回来ていただきたいなというふうに思っております。そして今回なんですけれども、まあ、今までねあの、関西空港であったり、ホテルであったりですとか、そういったところですね、まあ、オフ会、まあ、ファンミーティング的なところをですね、やらせていただいたんですけど、今回はですね、 4泊5日ということでですね、かなり長い期間になっておりまして、なんとクルーズでございます。そしてそのクルーズがですね、前回私もですね、乗ったことありますですね、MSC ベリッシマでございまして、今回ですね、そのようなですね、場をですね、ちょっと設けさせていただこうかなというふうに思っております。ということでですね、ちょっとね、長い期間と、そしてやっぱりまあクルーズということもあって、まあ安くはないっていうところあるんですけども、ぜひまあ興味あるよとかね、そういった方にはですね、 応募していただきたいなというふうに思っております。というので、これからですね、その詳細についてちょっとお話をしていこうと思っております。まあ、今回ですね、出発がまずですね、あの、4泊5日にですね、で、あの、って言ったんですけども、まあ、神戸とか、あの、横浜とかではなくてですね、 那覇沖縄ということですね。はい、今回沖縄出発の、まあ、あの、4泊5日のですね、クルーズとなっております。ということですね、まあ、もちろん沖縄にね、お住まいの方はですね、そのままね、あの、沖縄の港に行ってもらえればね、大丈夫と思うんですけども、まあ、大体多分ね、沖縄以外に住まれてる方が多いのかなっていうふうに思いますので、まずはですね、沖縄まで、まあ、飛んでいただく必要もね、ちょっとあるということで、まあ、ここら辺はですね、あの、皆さんね、あの、もう私の飛行機動画とかですね、見てくださってる方多いと思いますので、まあ、マイルとか、あの、ね、 あのセールのチケットをですね、もう用意してですね、来てくれると思っておりますので、そこら辺の用意はもう皆さんに自信にしていただいて、那覇港からあの集合して、私と一緒にですね、4泊5日で、石垣島と台湾ですね、こちらをですね、巡るというですね、ツアー内容となっております。 ま、それでね、まあ、今回、ま、あの、なぜこのようなですね、ツアーをですね、やってみようかなと思ったですね、経緯っていうところですね、ちょっとお話しさせていただこうかと思いますけれども、やっぱりま、最近、まあ、2023年もですね、私、あの、ダイヤモンドプリンセスも乗りましたし、MSG ベリッシマも乗りました。そしてですね、またね、3回目、ロイヤルカルビアもですね、まあ、海外から乗ってということでですね、あの、ま、やっぱりクルーズって面白いんですよね。あの、あのなかなかね、これ乗ってみないとわかんないと思うんですけどもね、 あの楽しいです。ゆったりも月船内で過ごせるということですね、やっぱりこう、クルーズの魅力をですね、どんどん情報発信ね、まあ、旅行系 YouTuber としてですね、発信していきたいなって思いまして、まあ、やっぱりただね、クルーズの期間。 長いのが多いです。一週間であったり、10日であったりですとか。まあやっぱりそこにね、抵抗があったりですとか、どうしてもまあ仕事があってね、休めないよっていう方もですね、いらっしゃったりとかね、すると思いますので、今回はですね、出来だけ短い期間のものをですね、ちょっと用意して、あの、やっぱりそれでまあ4泊5日も大丈夫かなって思う方もね、 いらっしゃると思うんですけども、それは大丈夫です。私もですね、一緒に乗り込みますので、まあ一緒に楽しみましょうっていう意味ですね、エントリー的な感じで,ですね、今回のあのね、オフ会っていうのをですね、まあ気になっている方に利用してほしいなというふうに思っております。そういったね、あの、こともできたらいいなみたいな感じで思ってて、まあ今回です、クルーズプラネットっていうですね、豪華客船、クルーズ専門のですね、 旅行会社と、まあ、ちょっと一緒にですね、あの、やらせていただくというですね、あの、感じとなっております。まあ、それでね、やっぱりね、安くはないと言いましたけれども、果たしてじゃあ、お、お値段おいくらなんだいっていう話をですね、ちょっと今からしていこうかと思います。それお値段なんですけれども、はい、あの、今回ですね、ちょっとあの、私のオフ会専用にですね、二つの、あの、タイプのお部屋をですね、ちょっと確保してもらっております。一つ目がですね、あの、バルコニーアウレアというですね、バルコニー付きのお部屋の はい、タイプとなっておりまして、こちらがですね、あの、二人で参加する前提ですね、12万2000円ということで、こちら一人の値段になりますので、まあ、二人だとかける2っていう形になりますね。はい、それでもちろん、あの、一人でもあの参加することはできるんですけどちょっとその場合ですね、まあ、追加料金がかかってしまいますけれども、一人でも参加していただくことは可能でございます。ただね、結構、まあ、やっぱり料金っていうのもね、それなりに一人だとね、あの、お金がかかっちゃうんで、できればね、 誰かとね、一緒にですね、あの、まあ、ご家族であったり、友人であったりですとか,か、あの、一緒にですね、来てくれるのが一番いいのかなっていうふうには思っております。それで、もう、もう一つは内側ですね。はい。ということでですね、あの、今回ですね、内側だとなんと、8万2000円で、あの、乗ることが一人で、ね、あの、できるということでですね、内側というとですね、どうしてもやっぱりこうね、窓がないという感じにはなるんですけども、まあ、ただ前回ね、あの、MSC ベリッシュまで内側の部屋もですね、あの、見学しましたけれども、内側でもね、全然問題ないと思います。というのもやっぱり、 外に出ればですね、あの、もう本当に楽しいイベントもたくさんありますし、デッキに出ることもできますし、食事もね、外にたくさんありますし、あの、そんなにまあ、4泊5日であればね、部屋にいることっていうのもあまりないと思うんでね、できるだけこう、料金を抑えて乗ってほしいっていうあの思いも含めてですね、ちょっとまずは内側をですね、検討してみてほしいなっていうふうに思っております。ちなみに私もですね、今回ですね、ちょっと内側の部屋にですね、乗ろうかと思っております。ぜひですね、まあちょっと内側にしてですね、あのもう、できるだけもう外で、まあいろいろ遊んだりとかねあの、できるような感じで、 で過ごして欲してていいなうに思っておりますまず初日の 2, 2月18日なんですけれどもこちら19時30分からあのチェックイン開始ということで、まあ、夜になりますなのでまあもしねあのこう飛行機乗って来られる方はですねその日のまあ早い便とかであのまあ沖縄に着いてそこからまあ沖縄ちょっと軽く観光して夜にチェックインという形にすればいいと思いますというのでまあ今回ですねあの私のですね、まあ、オフ会と一緒に乗らせていただくということもありまして、まあ、どんなイベントがあるかっていうところもです、ね、ここでちょっと紹介させていただきます初日がです、ね、日曜日が曜 なりますけれどもその時私がですねちょっとねあのご挨拶をさせていただくということで次がですねまあ実際にここから船動くのかいと思ったらですね次のですね2月19日に関してはですねこの那覇港にあのそのままあの停泊した状態になります船はですね実は2日目は動き始めません、まあ、ただもう船内はですね楽しめるような感じになっておりましてその時にですね船内のこう見学会っていうのはですね今回ちょっと MSC にお願いしてですね用意してもらいましてもちろん私もですねそれにあの参加しますので、まあ、皆さんと一緒に 内どんな感じかっていうところをですねちょっとねあの、案内していただきながらまあ、私とちょっとおしゃべりしながらみたいな感じで行こうかと思っておりますその後はですねあの、有料レストランあの、ブッチャーズカットっていうところですねあの、私と一緒にですねちょっとお昼ご飯をですね食べましょうと。 いう感じのですね、スケジュールを考えておりまして、それでやっと2日目のですね、まあ、こう夜8時にですね、あの、こうき、あの、出発ということですね、あの、まず一つ目向かうところは石垣島でございます。というので、まあね、あの、那覇と、まあ、石垣っていうのはですね、非常に、まあ、そんなに遠くありませんので、まあ、次の日にはですね、もうね、あの、ね、着いちゃうという感じでございまして、3日目に関しては、あの、石垣島を、あの、皆さんで、あの、楽しんでいただくという感じで、もちろん船内にいていただいても大丈夫です。それ、ただ、あの、夜にですね、私とのですね、一応、 トークショーというのをですね、用意しておりますので、ぜひですね、それもですね、ちょっと参加していただいてという感じで、次はいよいよですね、台湾に行くということで、ぜひあの皆さん、あの、もし参加される方がいればね、パスポートね、もう忘れずに、はい、あの、これそば、忘れたら乗れないんでね、忘れずにという感じなんですけれども、あの、3日目夜にですね、石垣島出発して、もよかさにはキールン、 はい、こちらにですね、まあ、台湾の横浜みたいなところですね。こちらにですね、まあ、入港という形になりまして、あの、まあ、この日もですね、台湾を楽しむことができます。まあ、キールンといえばですね、あの、台北にもそこそこ近いんでね、あの、9分とかですね、まあの、行ったりとかすることも可能でございます。 うん。あの、ストールで最終日に関しては、またね、あの、キールンから、まあ、那覇に戻ってという感じになりまして、あの、次の日、最終日は13時30分に、まあ、解散ということで、そこで私もですね、あの、お見送りをですね、させていただきたいなというふうに思っております。まあ、もちろんね、私もですね、この4泊5日すべて乗ろうと思っておりますので、もう私も船内でウロウロしておりますので、まあ、ぜひですね、あの、私を見かけたらですね、あの、個人的な話しかけてもらったりとか、そういったことも全然問題ないのでね、そんな感じで,ですね、あの、過ごしてもらえればなというふうに思っております。ということで、今回 今回なんですけれども、あの、私一人で、あの、乗船する予定でございますので、ま、ぜひ、私に会いたいよっていう方はですね、あの、申し込みですね、あの、していただければなというふうに思っております。それでね、ちょっと気をつけていただきたいのが、もう2月ということで、意外とすぐ先ということもありまして、申し込みした段階から、ちょっとキャンセル料っていうのがですね、かかっちゃいますので、必ず、ま、いけるよっていうのを確認してからですね、申し込みをですね、していただきたいです。そしてですね、今回なんですけど、最小最高人員というですね、あの、ものが設定されておりまして、30人となっております。なので、もしですね、あの、 1>, あの1月ぐらいいまでにあの人数がです、ね、ちょっと満たない場合はです、ね、残念ながらです、ね、今回オフ会に関してはです、ね、あのないという感じにもなりますので迷ってるよって方はです、ね、あの早めにです、ね、あの申し込んでいただきたいっていうのと結構このクルーズっていうのは、ね、人気があるということもありまして部屋の数も結構限られてたりするんですよねなので、ね、気になるよって方はですねちょっともうキャンセル料がかかっちゃう状態であるんですけども早めに申し込んでいただきたいなというふうに感じております ということですね、あの、今回ですね、まあちょっと MSC ベリッシュは、まさかね、私、あの、前回乗った時から、また2024年もですね、乗れるとはと思ってもなかったんですけども、あの、多分初めての方も多いと思いますので、まあ一緒にですね、あの、私なりにちょっとね、いろいろアドバイスできると思いますので、ぜひですね、まぁ、あ、一緒にですね、あの、楽しんでみませんか。もちろんですね、まあ今回は那覇出発ということで、前後にですね、沖縄旅行っていうのもね、あの、つけることもできますので、MSC ベリッシュまでお会いできることをですね、あの、楽しみに、あの、しております。ということで、あの、こんな感じで、ちょっと長い動画ではなりましたけれども、あの、 オフ会の告知でございました。あの概要欄に今回のクルーズまあ、オフ会専用のですね。申し込みページっていうのはですね。あの用意しておりますので、そちらから申し込んでいただければと思っております。またね、船内でやってほしいイベントとかなんか要望とかあればですね。そちらもですね。クルーズプラネットの方にあのお伝えしていただければなと全てできるわけではないんですけども、ちょっとそこら辺も考慮してですね。出来上げも見なす。みんなでまあ、盛り上がれるような感じで、あのしていきたいなというふうに思っておりますので、まあせっかくね。4泊5日もいるわけですからね。 はい。ぜひぜひ、あの、楽しんでいきましょう。ということでね、こんな感じでね、今回の動画を終わ,終わらさせていただきたいと思います。引き続き、よろしくお願いします。それでは、バイバイ。待ってます、皆さん。無事、開催できるように、できるかな <laughs>